へえ、面白いですよ。ここにポンとここに山桜が咲くっていうのは、まあ多分また桜の時期に来たらね、綺麗になるかもしれませんけど、この、新緑というのもこれはこれでいいじゃないですかね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、これで、ふう、で帰りは他にもいろいろあるみたいです。今日はこの後もう今2時回ってますからね、いろいろ止まらないとできませんからね。岩原観音、一応観音様だけちょっと見させてもらいましょうか。よいしょ、よいしょ、いろんなところに石碑も立ってたりしますね。どこなんだ、あ、結構登らないといけないんだ。あ、このところもお墓が多いんですね。お墓ではないのかな、これは。お墓にしゃっとんとありますもんね。岩原観音、こっちってなってるな。うお、嘘だー、スネークいるじゃん。え、なんでそんな一点を見上げてるんだい君は。いや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 、無理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 。なんならこれ青山の時よりでかくね。じっと何かを見つめてますよ。何か悟りを開いてるんでしょうけど、少なくともこの奥は無理だね。ここだもんね。ここに大足遊ばせられてますからね。よし、諦めよう諦めよう、仕方ない。びっくりした、擬態してますからね。言うてね、パッて見るとね、わかんねえわ。すごいね。それにしてもどこを見つめてるんでしょうね。ちょっと離れたとこからズームで見にくいね。見にくくて申し訳ないですけど。さすがに近くにいてね、よしよしなんてできませんからね。絶対ガブってやられますからね。シャレになりませんからね。シャレにしても何か、熱心にじーっと見つめてますよ。この先何かな、朝日しかない、火を眺めてるんでしょうかね。よし、それでもでかい蛇ですね。よし、帰りも磯川もあれですよ。帰りはね、私もう山道使いませんからね。もう蛇いるって分かりちゃいましたからね。うん、よし、大前だろうか、もう、うん、歩いて、ぐるっと、アスファルトのある歩道を歩いていきますよ。いやー、びっくりだね。ヘビってそんな、平然と見るもんじゃねえんだよ、と思うんだけど。いやー、いやいやいや、怖い怖い怖い。こっちにも広場がありますし。行ったらアスファルトのあるところ歩けそうですね。よし、そうしましょう、そうしましょう。もう無理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 。もうなんか広場に出ましたね。なんかここまで車で来れるように作ったのかな。さっきの看板と同じようなのがありますけど、今の位置がね、最初に撮ったのがちょうど車の絵のあたりですよね。あ、これでか、この辺りか。で、今いるのが、あ、だいぶこっちの方なんですね。池の広場ってなっておって、現在地ここってなってますからね。で、さっき、いや、これショートカットしてずーっと通ってきましたけど、この真ん中の茶色いところね。ね、もう今のね、ヘビちゃんね、それ、ね、キツネちゃんとかだったらね、キツネでもちょっと野生だと怖いところありますけどね。スネークちゃんはね、見ちゃったらね、磯川もあります。え、大丈夫です。もうそんな、よし、じゃあゆっくり歩きながら戻ってきましょう。はあ、おお、
わそれにしてもあのヘビスネークちゃんはまあ見事に動じないヘビでしたね。あのこの前ね山奥で会った時のヘビはねもうシュルシュルシュルってすぐにね、動いてきましたけどね、白いヘビでしたけどね。でも考えてみたら白いヘビってあれですよね、縁起物のはずですからね。あの普通は白いヘビとかねそういうのを見つけたらあの運気が上がるという話を聞いたことがあるんですけどどうなんでしょうね。まあ一応うちも新しいプロジェクト始めましたしね、あの何も告知してないですけどあのこっそり新しいあのヤマペディアがね、無事閉鎖になりまして、新しいブランドに、変わっております。誰も知らないと思います。チャンネル登録者数がね、事実上いないですからね。そうそうそうね。でいうところでおっとっとっとよいしょ。はあ、この辺りはもみじですね。きっとこれ紅葉も綺麗でしょうね。はあ、よいしょ。いやまさか本当に死亡不落って回収しちゃうから怖いですよね。ヘビな話してるんじゃなかったね。いやであと何だったっけ。あそう、新しいチャンネルですね。まあ別にあのこっちの方では告知しました。あの完全に客層も何もね狙ってるところが違うというか、いわゆる英語向けでねちょっとあの英語の字幕なんかを入れてねあのお届けしようというね、チャンネルを立ち上げましたんで、そうそうそう、基本的にはここで、放送したやつをまあ、英語の字幕をちょっとテロップ入れて、再放送してるような感じですね。まあやっぱりね英語でね放送ができるできないってね大きいですから、まあ私英語できないんでね英語は喋れるんでしたね。こういうところをねファンタスティックとか言ってねファンタスティックファンタスティックファンタスティックスネーク、ファンタスティックじゃないな、アンビリバボーとかねそんな感じかな、ですけど、うわアブが飛んでますね。で、そういう感じなんで、どうかな。いや、あの、需要が、あ、変な話、日本で需要が、500人ぐらいしかない、やつでも、変な話、あの、英語でできるってなった瞬間に、10倍で聞かないですよね。そうすると、だいたい1万人ぐらいの、チャンネル登録になるような、マーケットになってるっていう単純計算でね、なりますんで、英語でね、軌道に乗せれたらいいんですけどね、どうでしょうね。それほど英語ができないですからね。よいしょ。もうあのグラマリーっていうソフトと Google 翻訳さんにもうおんぶに抱っこですからね、よいしょ。あの書いてある字幕を読めって言われても読めませんからね。うわー抜かるんだな。よいしょ。え、だっか、びっくりした。よいしょ。これはちょっと車で入るにはしんどそうかな。よいしょ。トカゲか、びっくりした。なんでしょうね、紙一重なんですけどねトカゲとヘビって。トカゲだとなぜか安心できますよね。まあまあ、あの、噛まれたり、毒持ってたり、あ、まあ、毒とかでもいないわけじゃないでしょうけど、日本じゃまあ、基本大丈夫ですからね。よいしょ。あ、これで、さっき、ショートカットしてきた道は変になりますね。あ、
これならスロープでここの坂道ずっと行った方のが、正直楽ですね。上り坂の場合はね、上りはね意外とこういう急なところでぐいぐい行ってもね行けますけど、下りの方は怖いですからね。やっぱし下りはこんな感じでちょっとテクテク行きましょう。ていうか別に飛ばしゃいいんですね。もう何もないはずですからね、ここから先。なんならあれですよね、無編集でね、どかどか出して、まあ最低限ね、どうしてもモザイク入れないといけないよとかっていうところがあったらあれなんですけど、でもあれね、やっぱし、今その英語のチャンネルを始めるにあたって、海外ではこういったね、やつって、どういう感じでやってるのかなって見ます、ね、今調査でね、見たりしているわけでございますけど、びっくりするくらい、モザイクも減ってくるもなんもないですよね。ついでに言うと、5月21日撮影ってね、今年の、なってるのに、もう、誰もマスクつけちゃいねえっていうね、びっくりですよね。日本だとちょっと、ってなるような光景が普通に街中で、送られてくるね、やつ見てると、やってますからね。よいしょ。普通に夜も、飲んだり、できるみたいですからね。もうほとんど他のところは、まあ、感染者数とかね、日本とかよりも多い国がいっぱいありますけど、いやー、これはもうメインチャンネルが使えないネタですからね。いや、歩いてるとね、言うてね、特にこういった、ある程度ね整った道を歩いてるとね、脳が活性化されますよね。そうそうそう、やっぱね、座り仕事で立ち仕事の方が頭は回転回りますからね。ただあれですよ、60時間耐久とかでねやっちゃダメですけどね。一応記録に残っている最高記録は1週間で150時間っていうね、154時間だったっけな、っていう、超記録を叩き出したことありますけどね。よいしょ。よく生きて帰ってこいたなと思いますけどね。後から聞いた話ですけど、やっぱ後半はロレッツ回ってなかったらしいですからね。よいしょ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 。そりゃそうだってね。よいしょ。でも、いい景色じゃないですか。ちょっと端っこ歩くときは気をつけないと、これ、アスファルトボロボロになってますからね。これはちょっと車じゃやっぱ無理だろうな。よいしょ。あ、なんか観音様が、さっきね、あっちの観音様ね、はい、ね、お参りできませんでしたから、手を合わさせていただきましょう。なんだろう、観音様ってお神事に置いてあった、ね、88箇所、全部回れますよっていう。徳が高すぎる、お寺さんがございましたけど、弘法大師様がね、悟りをね、開かれた、場所なんで、もうね、88箇所全部回ったね、ご利益がね、得られちゃうっていうね、すんごい、場所があるんですけど、なんかそこに置いてあった、観音像様に似てますよね。10番とかって割り振りかしてあるのも、なんか、そんな感じですよね。そう。88箇所のランドってね、全部これ四国で88箇所、分でございますっていうね、奥にもあるね、こんな感じでいろんなのが置いてはるんですよね、この上に。へぇ、あそこにもあるよ。これ縁も様みたいな感じ。ちょっと、怖そうな感じになってますけどね。へぇ、面白いですね。いやいや、ちょっと、遠目からですか。いや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 、ね、いろんな、なんか徳を感じられですね。いいですね。もうこの辺りとか道がもうバッカンバッカンになっちゃってますもんね。よいしょよいしょよいしょ。ここで引き返してって言われても無理ですもんね。いや、これはノーブラの方がいいな、車ではね。歩きましょうね。ただあれですね、長袖の方がいいね。ちなみにあれなんですよ、
まあ、こんな感じでゴールデンウィークも結構ね半袖で歩き回っとったじゃないですか。でも私あの肌強いんでね、あの日焼けであの肌が荒れたりとかそういうことはないんですけど、あらもうここで入れないようにしてあるんだ。うん、そう、それでねあのめちゃくちゃ焼けましたんでね、うん、あの本にあんま気づいてなかったんですけどね、あれです、焼けすぎちゃってね肌が黒くなっちゃったもんでね、今何が起こってるかというとね、あの最近ね新しくねあの現場にですねインドネシアから来た、皆さんがねあの入られてるんですよ現場にね。でねその人たちにねあの間違えられてね、そう思いっきり現地人と間違えられるっていうね、ことがありましたね。現地これブラブラって、話しかけられて違うよ違うよっていうね、事件とかありましたね、よし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 、うん、ちなみにどこで 見分けられたかってあれですからね、あのお腹で、ね、見てね、あ豚さん食べてるねってインドネシアの人は豚さん食べませんからね、うん、あれ 豚さん食べてるはずだねって悪かったな、最近だいぶ腹が出てきましたからねっていう話なんかねしながらね、よいしょよいしょ、うん、よいしょ、いやこれがさっきのショートカットの方の道ですよね。いや相当歴史ある、うん、石畳ですもんね。なんかもはやちょっと駒の古道みたいな感じすらありますもんね。まああっちの方が歴史は1000年ぐらい、さらに長くなってるはずですけど、よいしょ、実際の再整備とかは多分江戸時代とかでもやってますから、そうすると同じぐらいの感じになるんじゃないのかな。よいしょ、いやつまりね何百年何ね、千何百年とね、まあ、何千年と、人の手がね、こうずっと加えられることによって、これなんかもねもうボロ昔ながらのねところですけど道が生きているわけでございますからね。よいしょよいしょ、はあ、よいしょ、まあいい感じで撮れましたね。ちょっと時間は、時間かかりましたけど、どうでどれぐらいかかった？今3時前ですからね。まあ実はね今日ね裏がありましてですね、実は私今晩中にね、あの明日ね、実は普段なら仕事なんですけど、ちょっと、お休みがいただけましたもんで、ぶっちゃけ明日朝の8時までに家に帰れればいいんで、ね、うん、虫当たってきた、最悪ね、どれがなるんですよね。よいしょ、いやいやいや、はぁ、歩いた歩いたということで、まあ、ぐるっと回ってこれましたね。とりあえずこれで3本ぐらいは取れるんじゃないかな、うちのチャンネルは。あちらのこれは昭和32年なんですね。昔の人はすごい、登山の仕方してましたね、これ。よいしょ。今どれだけ整備がね、うまいことやってるかってことですよね。今の時期だと、5月だから、まあ、新緑のね、もみじとかしれとかね、はいはい、くぬぎとかね、綺麗でしたね。でも言っとるっていうこれ、カブとクワガタなんかもやっぱこの辺りだったら普通にいそうですよね、うん、それヘビいるんですからね、ヘビがいたのが、このどこら辺でしたっけ、池の森があって池の広場があってこの辺りね、この辺りね、はヘビ、注意ということでね、締めときたいと思います。でこのままこんな感じであの中部大公園の方にそのまま行けるらしいんで、もうこのままね、中部大公園、見てこと思いますよ。さあどんどん行きましょう、どんどん行きましょう。